アラド市電はルーマニアの都市アラドに路線網を有する路面電車。2020年現在アラド市及びアラド県が株を所有する企業であるアラド公共交通会社による運営が行われている。アラド市内における公共交通機関の始まりは1869年に開通した馬車鉄道であった。これらの路線は1910年代まで残存し、 電化計画も立ち上がったものの実現することなく1916年までに廃止され、以降はルーマニアへの併合を経て、荒ド市中心部の公共交通機関は路線バスが主力となった。その後、第二次世界大戦中に勃発したオデッサの戦いによりルーマニアは一時的にソビエト連邦のオデッサを占領したが、その中で、 同都市の路面電車から接収した、基幹線ミリメートルの施設及び車両をもとに、アラド市内に路面電車を再度建設する計画が発案された。この時点では実現しなかったものの、終戦後に本格的な計画が始動し、1946年11月29日にアラド市内に路面電車が運行を開始した。1970年代までは4系統のみの、 運行に止まっていたが、1980年代以降は、石油を多く消費する、路線バスに代わり路面電車網を拡充する、ルーマニア政府の方針に基づき、大規模な延伸が実施され、民主開港の2000年代にも、さらなる延伸が行われたほか、線路や施設の改修、近代化工事も継続的に進められている。一方、車両については後述するように、 共産主義時代に導入された各種電車の老朽化が早期に進行したことを受け、1995年以降、ドイツやオーストリアの中古車両の大量譲り受けが行われているほか、2010年代以降は、ルーマニア国産の超低床電車であるインペリオの導入も実施されている。アラド市電は、アラド市内を走る路線網に加えて、伝統的なガラス工芸で知られる。 ポドゴリア地域を結ぶ郊外路線を有している。この路線はハンガリー時代の1906年に開通し、当初はスチームトラムが客車を牽引する非電化路線であったが、効率の悪さから電化が決定し、1913年に東ヨーロッパ発、世界全体でも8番目となる都市間電気鉄道となった。ルーマニアへの併合以降も国営化を経て、 運行を続けたが、1960年代以降都市の発展の障害となるという理由で、アラド市内の区間をはじめとする一部路線が廃止され、1983年以降は、アラド市電の路線網に編入されている。電化開業時に導入された、ハンガリー一世の大型電車については、アラド市電への編入やルーマニア民主化を経た1991年まで営業運転に使用された後、 1995年に残存車両の胴体復元が実施され、2020年現在も現存する。路線の愛称であったグリーンアローは現役時代のこの電車の塗装が由来であったが、復元以降は灰色を基調とした開業当初の塗装に改められている。2020年現在、アラドシデンで運行されている系統は以下の通り、運賃は 距離性に基づいて設定されており、最低運賃は 5km 圏内までの乗車時の3例で、全区間を追日乗車可能な12例の乗車券や1ヶ月ごとに更新される定額制の乗車券の展開も行われている。車庫に並ぶ、アラド市電の電車民主化直後の1990年の時点で、アラド市電には共産主義時代に導入された、 タトラ T4R 及びティミス2が在籍していた。1990年代初頭、アラド県評議会は、ルーマニア国内における路面電車近代化のための投資プログラムに基づき、タトラ T4R のうち27両の近代化を実施したが、それ以外の車両は老朽化が進行し、運用につけない状態にあり、特にティミス2は車軸の破損、 危機の落下など欠陥が多数露呈する状況となっており、アラド市電では運用本数に対し車両数が不足する状態に陥った。この事態を受け、ドイツやオーストリア等ヨーロッパ各地の路面電車事業者は、アラド市電の支援のため事業者で使用されていた旧型電車を譲渡する形での支援を表明し、1995年以降アラド市電には、 第二次世界大戦後の東西ドイツで使用された、多種多様な車両が使用されることとなり、共産主義時代の自社発注車が置き換えられた。ただし、これらの車両についても、継続的な導入は難しく、さらに長年の使用による、老朽化も進んだことから、2010年代以降アラドシ電には、ルーマニアの国産超低商電車であるインペリオの導入が実施されている。 2016年時点では6両の導入に止まっていたが、2019年には新たに28両の発注が実施された。また、これに加えて、既存の譲渡車両についても2025年までに54両が近代化工事を受け、今後も使用されることになっている。1990年以降のアラド市電に導入された、もしくは導入される、予定の営業用車両の形式は、 以下の通り、そのうち太字の車両は2020年時点で現役車両が存在する、もしくは2020年以降導入が計画されている形式である。これらに加えて、前述の通り、グリーンアローこと郊外線で長年使用されていたハンガリー製の車両が胴体保存運転用に在籍する。ありがとうございます。